日ユ動ソロン、日ユ動ソロン、昨日、動ソロン、日ユ動ソロンは、日本人、ヤマト民族の祖先が2700年前に、アッシリア人に追放された、イスラエルの失われた獣子族の一つとする説。ただし、ユダヤ人、古代イスラエル人のうちのユダ族、ベニヤ民族、レビ族ではなく、ユダヤ人と共通の先祖ヤコブを持つ、兄弟民族である。 スコットランド人が対日中の明治時代に表した論を発端に一部のユダヤ人によって提唱され、日本でも一部のものが唱えている。英雄同祖論など、ユダヤ人と他民族文化を関連づけて論じる多数は、ユダヤ人同祖論の一つ。古代イスラエルの十二部族とは、ルベン族、シメオン族、レビ族、ユダ族、ダン族、ナフタリ族、ガド族、アシェル族、 一サカル族、ゼブルン族、ヨセフ族、マナセ族、エフライム族、ベニヤ民族を指す。一般によく認識されているユダヤ民族の祖は第四族ユダ族と第十二族ベニヤ民族に第三族レビ族を加えた三部族であり、失われた十四族から省かれる。古代イスラエルの失われた十四族とはユダヤ民族を除いたルベン族、シメオン族、 ダン族、ナフタリ族、ガド族、アシェル族、イッサカル族、ゼブルン族、ヨセフ族、マナセ族、エフライム族を指す。第九族エフライム族、第五族ガド族、または、第七族イッサカル族の数人が日本に、第十一族ヨセフ族、マナセ族、エフライム族は、エチオピアに移住したという説がある。日ユドウソロンは、主に以下がある。 本稿では、主に3について記述する。ただし、口述するよう、現在の遺伝学の調査からは、現代日本人と現代ユダヤ民族の遺伝的組成は大きく異なっていることが示唆されており、この観点よりの非有動ロ論は、現時点では、かなり苦しい。当面のところ、この議論は主に非有、文化動祖論として捉えるべきかもしれない。ただ、当時の古代イスラエル人は、 有色人種であり、白人ユダヤ人、ヘブライ語でドイツを意味するアシケナジムは8世紀頃、ハザール人のユダヤ教への改修によって、ユダヤ人を名乗ったことに由来する点から、非誘導ソロンでいう、ユダヤ人とは、有色人種としてのユダヤ人、セファルディムであり、遺伝調査の正確性は問われる。まずユダヤ教では、旧約聖書への理解、子孫への伝承は必須条件とされるが日本では、 その内容は区伝すらされていない。旧約聖書のアブラハム、紀元前17世紀の孫は、ヤコブ、別名イスラエルであり、ヤコブの12人の息子を祖先とするのが、イスラエル12子族である。12子族は、アシェル族、エフライム族、ガド族、ベニヤミン族、イッサカル族、ルベン族、マナセ族、ダン族、ナフタリ族、ゼブルン族、ユダ族、シメオン族に分かれているとされる。 孫のヤコブ、ヤコブの時代に、エジプトに移住した後に、子孫はやがて、エジプト人の奴隷となる。400年ほど続いた、奴隷時代の後に、紀元前13世紀に、モーセ、モーゼは、民族をエジプトから連れで、イスラエル12子族は、市内半島を40年間放浪し、定住を始め、200年ほどかけて、一帯を征服していく。カナンの地に住み、ダビデオ、 紀元前1004年紀元前965年の時代に統一イスラエル王国とて12部族が一つにされる。ソロモン王紀元前965年紀元前930年の死後南北に分裂してサマリアを首都に10部族による北王国イスラエルとエルサレムを首都にする2部族による南王国ユダに分かれた。北王国は紀元前722年に アッシリアにより滅ぼされ、十種族の内指導者層は、旅衆としてアッシリアに連行された。この十種族の行方は文書に残されていないため、二部族によって、失われた十種族と呼ばれた。アッシリアに征服された後、信仰を深めるため、信仰を邪魔されない場所に移るとして、消息不明になったとされる、エズラ第四書十三時三十九分四十七。 ユダ族等の残り2種族は、エルサレムをととして、南ユダ王国を建国した後、紀元前586年に新バビロニアに、滅ぼされた。指導者層はバビロンなどへ連行され、旅衆となったが、宗教的なつながりを強め、失った、エルサレムの町と神殿の代わりに律法を、心のよりどころとするようになり、神殿宗教であるだけではなく、律法を重んじる宗教としてのユダヤ教を、 確立することになる。ユダ族等は離散を、ユダヤ人と呼ばれるようになった。ユダヤ人とは、現在では、ユダヤ教、旧約聖書のみを信じ、新約聖書を信じない宗教を信仰する、もの、宗教集団、あるいはユダヤ人を親に持つもの、民族集団という二つの捉え方がある。当時のイスラエル人は、有色人種であり、白色ユダヤ人、アシュケナジムは8世紀頃、 ハザール人のユダヤ教営の改修によって、ユダヤ人を名乗ったことに由来するとの説がある。日ユドソロンでいう、ユダヤ人とは、有色人種としてのユダヤ人、セファルディムであるという説もある。そして、同祖とは、アブラハムやヤコブを意味すると言える。エズラガキ第四章、第二章とも呼ばれる十三時三十九分では、幻に現れたその群衆は、九つの部族であった。 写本によって、旧部族、旧部族藩、重部族と異なる。彼らは、異教徒の群れを離れ、先祖が、未だかつて住んだことのない土地に行き、自国で守ることのできなかった規則を責めて、守るようにとの計画を互いに持ち合って、さらに遠くの国へ向かった。それは、アルザレと、もう一つの土地あるいは果ての地という地方であった。彼らは最後まで、そこに住み、とされている。 エゼキエル書37では、主なる神はこう言われる。我が民よ、私はあなた方の墓を開き、G、あなた方は、私が主であることを悟る。私は、エフライムの手にあるヨセフとその友であるイスラエルの、部族の木を取り、これを、ユダの木に合わせて、一つの木となす。私は、私の地イスラエルの山々で彼らを一つの国とする。数との王が彼らすべての王となる。 彼らは二度と二つの国になることなく、二度と二つの王国に分かれることはない。私の聖書が永遠に彼らの真ん中に置かれるとき、諸国民は私がイスラエルを性別する、主であることを知るようになる。とされている。旧約聖書においては、セムは黄色人種の先祖であり、ハムは黒人種の先祖となり、ヤッペテは白人種の先祖であるとされる。誤解してはいけないのは、 当時イスラエルの周辺には古代イスラエル人他にも様々な民族が住んでいたとされ、旧約聖書はイスラエル人、あるいはアラム人などのセム語族の視点で書かれたものなので、離散した古代イスラエル人はイスラエルの地を離れての地域に散らばったということの目安でしかない。古代のユダヤ人は現在のアジア人や日本人と同じような風貌をしていたというわけではなく、ユダヤ人は 全人類の先祖であるというわけではない。明治期に来日した、スコットランド人のニコラス・マクラウド、ノーマン・マクラウドは、日本と古代ユダヤとの相似性に気づき、調査を進め、世界で最初に非誘導ソロンを提唱、体系化した。日誘導ソロンの歴史は、彼の日本での英語の著作、意味は、日本古代史の祝図長崎日の出書房、1878年、 明治十一年京都によって始まった。これは、あとの1901年、ユダヤ大百科事典ニューヨーク版失われた獣士族の項目に引用されたという。彼は、関輸道サロンも唱えていたこともあって、マクラウドは何でも失われた獣士族と結びつけるいい、加減な人物であったと結論する者も,もいる。彼の主張は、獣士族のうちの主要な部族は、青森井戸、ライソン、沖縄奄美。 朝鮮半島らを経由して、日本へ、倉ジへ渡ったのに対して、断続など残りの氏族は、そのまま朝鮮半島に止まったというものであり、諸説論理上の整合性は、取れている。しかしながら、人類学上の DNA 類似性などの科学的な、面では、非常に薄弱な論法である。マクラウド自身の蘇生については、日清承人とも宣教師とも言われるが、 生没年含め詳細は不明で、現存する著書第2版の検事が、スコットランドのフリーチャーチの聖職者になされていることから宗教的にはドーハに関係すると推測されている。明治後期に英語教師の佐伯おしろうや、牧師の河森田英治らが同調し、1930年代には対日金融政策を取る米国への対応策の 一貫として立案されたフグ計画などに利用され、第二次大戦後に新宗教団体のキリストの幕や1948年設立が説を支持してイスラエルに接近し、1970年代には英文冊子を作成して同国大統領に進定するなどして同説を広め、これをもとに在米ユダヤ人ラビのマービントケイヤーが大々的に宣伝した。 宗教学者の大田敏弘は、同祖論普及の背景には、聖書に出てこない日本が神の救済対象に含まれているのかという負があったと論じている。このほか、反ユダヤ主義から親ユダヤに転向した、堺将軍は、逆説的に日本民族がユダヤ人含む全人類の起源であると主張した。大化の改新は、モーセのトーラーと類似点がある。ヨセフ・アイデルバーグ。 日本書紀と日本語のユダヤ起源特馬書店等では以下のように述べられている。神道の最新一族であった中富野氏が主導して、戦門する仏教派の蘇我氏を滅ぼし、この時蘇我氏の放火によって全朝廷図書が消失しつつも、神道を一時的に復興させたのが大化の改新645年出る。大化の改新から大法律令701年。 人技令制定にかけては、党の文化を吸収しつつ、神道の復興と制度化の過程であり、大化の改新の内容は、当時における神道の重要事項が中心であったと押されるが、その内容は、旧約聖書と類似している。日本で言語として、初めて定められた大化は、ヘブライ語の THQWH、キコ希望、原イスラエル国家、HTHQWH、 その希望と似ていい。大化は、皇玉天皇の四年目の七月一日に始められたが、ユダヤ歴、古代の教歴ではなく西歴では七月、ティシュリー・グレゴリオ歴では九月から十月一日は、老衆発射ーナー、新年で一年の始まりにあたる、第七の月の一日は、聖なる、集会の日としなさい、レビキ、十三時二十四分。 大火政府は7月14日に神々に捧げる。捧げ物を集めたとあり、ユダヤ教でのカリアンの祭りは7月15日。ユダヤ歴では日没が一日の始まりであるためグレゴリオ歴では7月14日の夕方18時頃から始まる。会心の御事のりの男奴隷と女奴隷の間に生まれた子は女奴隷側のものとするは、デイエジプトキ214と同じである。また、 みことのりでの土地の分配を家族の人数に応じて行うことと、民数期2時54分、親族の死についての断髪等の禁止と、レビ期21、5、り物に関して賠償すべき場合を限定した定めと、デイジプト期22時13分も同様である。大化の改新の後、新党の皇室儀式の制度化は進められ、 いくつかの定めのうち部分的に現在に伝えられているのが大法律令701年の神儀礼等である。神儀礼においては大城祭、新滑祭りのほか、大払いの儀等が定められていたと推測される。天岩宿から天テラスが出てきた時に祭祀小屋根、雨の小屋根の命が、スサノオの罪を清めるために唱えたと入れる大払いは、小屋根の子孫と言われる中富野氏が伝えてきた祭儀と、 され、大払いの儀は6月30日と12月31日とされており、ユダヤ教の区切りと一致している。また、大払いのノリトでは、天津津と国津みに分けていくつかの禁止事項が列挙されているが、2種類の種をまく罪、レビキ19時19分、禁止相関、レビキ18、6、人体を傷つける罪、レビキ19時28分、呪術、 新明記18時11分、コブのあるもの、レビ二21時20分など、旧約聖書の禁止事項と一致している。新イ祭りや大上祭は収穫を捧げる儀式であり、特に大上祭では、カリアンを建てる。ユダヤ教で収穫を捧げて祝う祭りは、カリアンの祭りと言われ、エジプトを出て、カリアンに住んだことを代々伝えるため、カリアンを建てて行わなければならないとされる。 レビキ23時23分、八タ神において、以下の噂が流布している。森有則が、伊勢神宮に安置されている三種の神器の一つ、八タ神の裏を見たとされる噂は、山根菊、山根菊子が1943年、昭和18年に、不景罪で逮捕される理由となったものの一つである。また、清め教会、現、キリスト兄弟団の牧師、 幾くため春蔵のエッセイ、神秘日本において、恩師に会いに、英学院のエソ博士が聖書学院に来たおり、宮中に古くから身体とされる鏡の裏の模様が、ヘブル語であるということがわかり、依頼によって解読すると、旧約聖書のデエジプトで、エジプト記三章14節、我はありてあるものなりと刻まれてたと言ったという、エピソードを恩師夫人から聞かされたと記述した。 これに関し1953年、昭和28年1月25日に在日ユダヤ民会のミハイル公タクで行われた日、なお、今和会例会でホーリネス教会の尾崎京一牧師に尋ねられた、三笠宮は昭和天皇も自分、三笠宮も鏡を見たことがない、いずれ調査するだろうと答えられ、これが1953年。 昭和28年1月26日付、東京イブニングニュース、東京イブニングニュースで、心境のヘブで諸説を、三笠の宮氏が調査。三笠ウィルチェックザ・ヒーブルワーズ、オン・ザ・ホーリー・ミラー、として報道されている。八鷹神の裏にある、ヘブライ文字については、作為を感じるとの意見もある。皇室や神道において、死死と一角獣は重要な意味を持つが、死は、 ユダ族の紋章であり、一角獣は北イスラエル王国の王族である、ヨセフ族の紋章である。京都御所、星稜殿には、天皇家の紋章として、死、ライオンと一角獣、ユニコーンの紋章があったとされており、天皇の王冠には、一角獣が描かれているとされている、日本固有文明の謎ユダヤで解ける、徳馬書店。現在でも京都御所、星稜堂の昼、御座奥の御町代、 天皇の椅子の前左右には、頭頂に長い一角を持つ狛犬と角のないものが置かれている日本名建築写真専修第十八京都御所新庁舎の写真。天皇の即位に用いられる皇居座の台座にも獅子と一角獣、麒麟と思われる絵が描かれている。平凡社の大百科事典や平凡社の世界大百科事典では狛犬について平安時代には 清涼殿のおとばり前や、獅子と狛犬が置かれ、口を開いたのを獅子として、左に置き、口を閉じ頭に一角を持つ者を狛犬として、右に置いたとあり、京都下鴨神社の左の狛犬には、角があると記されている。狛犬辞典、エビス交渉者には、京都御所志神殿商事へとして、同様のものが掲載されているほか、八坂神社等の一角を持つ、狛犬写真が多数掲載されている。 下鴨神社や八坂神社には、破タイ族の影響がありうる。ただし、奈良時代以前のものは、狛犬の左右に違いはない。なお、ユダヤ系大財閥であるロスチャイルド家も、同様のライオンとユニコンの紋章を持つ、建物の入り口などに2匹の獅子が置かれる例は、世界各地にあるが、これは古代イスラエル神殿、ソロモン神殿の王座の横の2匹の獅子。 愛列王き10時19分に由来すると言われる。仁徳天皇陵、大仙陵古墳は、契約の箱に収められていた、ユダヤ三種の神器の一つであるマナの壺、ポット・オブ・マンナ、ジャー・オブ・マンナを形取ったものではないかとも言われている。論拠の一つに見ササぎに、壺の取っ手とおぼしき、膨らみが認められる。見方によっては、鍵穴のようにも見えるが、向きを変えてみると、 壺のような形にも見える。前方部は台形部分であり、後円部とは円形の箇所である。神社に関する神道、神社神道とユダヤ教の類似については、例えば、マービントケイアン、ユダヤと日本謎の古代史、産業農立大学出版1975年、昭和50年や、日本、ユダヤ封印の古代史、徳馬書店では、 多くの類似点が指摘されており、以下のような指摘がある。神道の儀礼、様式、神社の施設の様式、神社の構造、祭り、神事、年中行事、監修、正月の鏡餅赤い、朱塗りの鳥居、契約の箱と見こし、その他、果たしは、第十五代王神天皇の時に、大陸からト来して、この時十万、十九万とも言われている。 諸説ありもの人々が日本に帰化したと伝えられている。その一部は、山との葛城のに、多くは山城に住んだのだが、有略天皇、五世紀半ばの時に、京都の渦政の地に定住するようになったという。は氏は、非常に有力な一族で、794年の平安、経は、はたしの力によって事実上作られ、仁徳天皇陵のような超巨大古墳建築にも、 旗氏の力があった。ちなみに、羽田つとむ元首相は、旗氏の遠い親戚にあたるという。日本とイスラエルの類似点については、ユダヤ系キリスト教徒とも言われるはたし、は一族の活動が影響している部分があるとの指摘がある。ケンジョセフ、日本、ユダヤ封印の古代史二仏教、景況編、特馬書店では、以下のように述べられている。旗氏は、もともとは、 京京都の拠点であった中央アジアのユズキ国に住んでいた。彼らは京京、ネストリウス派キリスト教を信仰し、アッシリア以降の中東の共通言語であるアラム語を話していたとされる。彼らはユダヤ人と同様に養蚕や絹織物技術に優れていたとされる。ユズキ国にはヤマトという地やハンテングリ山という山があった。テングリはキルギス等の中央アジア言葉で、 神という意味とされる。BR 旗氏は中国での万里の頂上建設の労役を逃れるため、西暦、紀元後360年頃から数回にわたって日本にトライした。五世紀末にはトライ者は2万人ほどになったという。五世紀末、新思考は日本主義術を発展させ、また養蚕で成果を上げて、渦政の称号を得たとされている。 旗たは、絹技術や製法知識を持っていたため天皇の保護を受け、天皇に仕え、絹事業、はたおりで財をなし豪族となった。皇玉天皇、六百四十二から六百四十五に、関する日本書初七百二十年成立には、うずまさ、アラム語でのイ一種ましや、英種マシックインド北部では、ゆずまさに由来すると言われるまた、ヘブライ語では、ヨシュアメシア、選ばれたも ヨシュア、ギリシャ語では、イエス・キリストを信仰する皇族として、旗川勝という人物が登場する。七百四十八年、旗尾酒は、大倉長官となり、朝廷の財政に関与したと言われる。BR ・旗氏は、京都の渦政を本拠地としていた。その一部は、大分の宇佐に住み、一説には七百十年頃に、成立したとも言われるヤハ神、ユーウィー、ユダ。 ユダヤを信仰し、ヤワタ神社を創設した。ヤハワダとは、アラム語で失われた氏族のユダ族を意味する。ヤワタ神社は749年頃に急に勢力を持ち始め、奈良に上京し、この時初めて御輿をもたらした。これが御輿の起源で、ヤワタ神社は全国に広まったという。BR 旗氏は、平安系の同性に尽くしたとの説がある。 仏教勢力から逃れるため七百九十四年平安、京戦都が行われ、その直後に京都で祇園祭りが始まった。また、信仰イーログは、稲荷神社、稲荷、ジャンディ、インディ、ユダヤの王、ナザレの、イシュ、イエス、当時の支配者ローマの公用語ラテン語でのキリストの別称を創建したとされる。元伊勢には、果たしの関与する者が多く、 伊勢神宮の先宮に関与したとの説がある。松尾大社は、神鳥が創建したと言われる。京都の下鴨神社は、旗一族の族長を記念して建てられたという説があり、皇室の儀式を多数取り行った。慶京は、ユダヤ教に近いとされるが、キリスト教である。このことから、旗一族は、南王国に由来する、ユダヤ人との見方が有力である。ただし、畑一族には、 船の家門を持つ者が多く、獣子族のゼブルン族が船の紋章を持つこととの関係も指摘されている。渦政明神を祀る京都渦政の大酒神社は、古くは大壁神社といい、大崎は中国では、ダビといいダビディを意味するとされる。また、畑川勝が柚月から持ってきたという後面、異国の王の面は、ユダヤ人あるいは天狗のように花が高い。 なお、神社神道の起源に関して、そもそも神社の創建は、仏教の寺院に触発されたものと主張する説がある。神社の創建は、仏教伝来538年以降で、神道外説学生者最初の本格的仏教寺院、アスカデラ596年と言われる。一方、伊勢神宮の創建は674年で、あるとする説が多数説とされる。しかし、 神道の信仰形態が仏教からどのように派生したのかは解明されておらず、また神道の社の形式を見ると神道信仰は古代、ヘブライの信仰に類似点がある、とわざるを得ない。カタカナと形や音の似ているアルファベットがなぜかいくつか、ヘブライ文字にある。中東セム言語、文字であるアラム文字、アラビア文字、フェニキア文字、ヘブライ文字、 シリア文字とギリシャ文字、ラテン文字との関連は立証されて折りまとめられている。古代においてもキリストはアッシリアの言語であるアラム語を話していたとされるなど言語と血統は必ずしも一致しないが以下のような主張がある。日本語の単語と多言語の単語との類似は朝鮮語、ベトナム語等の多くの言語について報告されていて日本語とヘブライ語の単語は 格別に類似しているわけではない。沢田洋太郎、日本語形成謎に迫るが、朝鮮語はもともと、呉漢、隋唐などの漢字文化圏の影響を受けている言葉で、日本語の音読みに相当するものは、漢語由来の言葉を表している。歴史上古代の日本と中国王朝、朝鮮半島の国々とは交易があったため、日本語と中国語と、 朝鮮語の単語に似ている点があっても不思議ではない。しかし、日本語とヘブライ語に共通する言葉は、ヤマト言葉に見られるような訓読み、すなわち和語に見られ、話し言葉に関連しているという主張が見られると、学会会員の原田実は、語合わせの意見を出ないとしている。民間語源を参照。イスラエルのユダヤ人言語学者、ヨセフ・アイデルバーグ、ヤマト民族は、ユダヤ人だった。 多摩出版1984年、昭和59年は、以下のような例を提示した。カムヤマトイワレビコスメラミコと、初代、神武天皇の和風志号、QMWYM ス a ーベライ VKWR、SHWMRWN、MLKWTHW イコール創設者、ヤファウェの民、ヘブル人、高潮な、サマリアの、王。ただし、同じ本で、 ジェフ・メルニックによる、ビコイコール VQWR イコールトライしたとの解釈も示されている。また、アイデルバーグの日本初期と日本語のユダヤ起源では、ヤマトイコールユーアンマスとの解釈が示されている。ヒーフーミーヨーイツムーナナ,ナヤーココノトウ。神道の石神鎮魂法のヒフミの払い言葉では、ヒフミヨイムナヤことも、チロラネ式。H。 言うふまい、言う字ややめがへるつ、な、な、な、い、ち、ゆうくんせいべ、その、美しい、人、誰出す、何答える連れ出す、彼女は来る、その美しい人を誰が出すのか、彼女を連れ出し、彼女が来るために、どのように答えるのか。川森田栄治は、日本言語考古学や、日本ヘブルシカの研究で以下のような例を提示した、川森田は、よっと、宿イコールアイ、アイン、 イオンイコール Y、シン、シン、イコール S という置き換え法をとってり、以下はこれによる。これらの語は、千年以上変化を続けて、現在の語形になったものなので、ヘブライ語との比較は、語呂合わせの意気を出していない。民間語源を参照。サミュエル・エイリンドバーグ、Y 染色体の DNA 塩基配列の国際的、分類法。 ユック2002による A から R までの18種の大いた類 Y 染色体ハプログループのうち、ルー配列と呼ばれる約300個の特定の塩基配列、ヤップ因子を持つのハプログループ D とハプログループ E のみであり、D 系統と E 系統はおよそ6万年前に分化した近縁グループである。そのうち、ハプログループ D が相当な頻度で存在するのは日本とチベットのみでる。 日本で30から40%、アイヌと沖縄ではさらに頻度が高く、チベットでは約30から50%。他方、E グループが相当な頻度で存在するのはアフリカ大陸であり、その他に、地中海沿いの中東からイタリア南端に低頻度見られるのみである。つまり、Y 染色体にルー配列、ヤップ因子を持つものが一定頻度で存在する地域はアフリカと、 地中海沿いの中東からイタリア南端にかけてとチベットと日本のみであり、日本人の Y 染色体の30から40%については DNA 延期配列が禁煙関係にあるものは周辺国等にほとんどなく、チベットやアンダマン諸島、アフリカ、中東の Y 染色体と禁煙関係にある。なお北アフリカでの E グループの存在率は約75%。 エチオピアのユダヤ人とされる集団での E グループの存在率は約50%とされている。しかしながら、アシュケナージユダヤ人や後編ラインと呼ばれるユダヤ人などの大多数のユダヤ人や中東、古代、オリエントなどに多い Y 染色体は E グループではなく J グループの方が圧倒的に多数である。時点で全国家族系共通のハプログループ R も中頻度に見られ、 ほとんどのユダヤ人において、ハップログループ E は低頻度に過ぎない。J1 を持つアシュケナージユダヤ人は15から20%、J1 を持つ後編の系譜のユダヤ人は45%とされる。J グループは大陸を通じ日本列島近辺に来ていた形跡が伺えるが、現在において日本人に対する Y 染色体の調査で J グループに属する人は見つかっておらず。 J に比較的近縁な日本の系統は D よりも中国大陸や朝鮮半島とも共通のハプログループ O である。上述の通りハプログループ D とハプログループ E は6万年以上も前に分かれているため日本人やユダヤ人などの概念が誕生する遥か前に D、E の関係は断たれており数千年前という比較的近い過去の歴史において日本人とユダヤ人が 同一の祖先を持つ可能性はここからは考えることができない。さらには D と E よりも大陸トライ系のハプログループ O とコーカソイド系のハプログループ R は4万年ほど前に共通祖先を持っており大多数のユダヤ系で支配的な J とも5万年ほど前に共通祖先がいるためこれに従うと青銅素やアユ銅素の方が比油銅祖よりも近いということになる。しかしこれとて 歴史時代よりはるか以前のことである。以上のことから、現代日本人と現代ユダヤ人の遺伝的蘇生はかなり異なっていることが推測される。ただし、ユダヤ人は長らく中東、ヨーロッパに居住していたので、在来の現地人との根血により、本来の遺伝的蘇生から在来人の遺伝的、蘇生的なものに移行している可能性もある。 イスラエルの獣子族調査機関アミシャーブによると、獣種族である可能性があるものとして、以下が挙げられている。ヤマト朝廷の起源について、牙民族征服王調説を唱えた、江上奈美雄や古代史研究家の沢田洋太郎は、富与航空陸だらかやヤマトという流れを想定し、ヤマトは、富与から出ているとしている。富与の建国神話によれば、建国者である、初代王の名はカイオットロー。 ヘブルという。ノーウィッキー、ノーウィッキーさん、恣意的な論法、蒸気 Y 染色体と同じく分子人類学的調査として、ミトコンドリア DNA ハプログループや JC、ウイルスゲノタイプを用いた調査も、現代日本人を対象として行われているが、これらによると、日本人の1-2%の2に白人系遺伝子が存在している、可能性が示唆されている。 その一つ、JC ウイルスゲノタイプの調査によると、日本人、北海道を除くの約2%に、白人系、JC ウイルスのタイプが見られ、この日本人の白人系、JC ウイルスゲノタイプと、ヨーロッパに見られる、白人系、JC ウイルスゲノタイプは、1から2万年前、もう少し前後する可能性もあるに分化したと、推測されていい。これは、あるいは、 日本とユダヤの文化類似を考える上で興味を惹かれる研究結果と言える。また、ー喩動サロンに限らず、日本と古代オリエントの文化の顕著な類似を指摘した学者はなくないが、これを論じる上でも参考となるかもしれない。鬼、鬼の正体説説、山卯、山卯イコール白人説の節も参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。